ロックニ・ブルーベーカーは、アメリカ合衆国出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、リンゼー・デイビス、マリー・ベス・マーリー、器用なマクラ・フリン、マリエル・ミラー。弟は、アイスダンス選手のコリン・ブルーベーカー。妻は、フィギュアスケート選手のステファニア・ベルトン。全米フィギュアスケート選手権、優勝2回。2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。 2013年2月2日にイタリアのペアスケーターのステファニア・ベルトンにプロポーズをした。2015年6月5日にシカゴで挙式をした。ミズーリ州セントルイスに生まれ5歳からスケートを始める。ノービス時代からマリエル・ミラーとペアを結成し、2003から2004年シーズンより本格的に国際大会へ出場。 ISU ジュニアグランプリで3度優勝。全米フィギュアスケート選手権、ジュニアクラスで優勝を果たすが2006年に解散する。同年春より、器用なマクラフリンと、新たにペアを、結成、2006から2007シーズンの、JGP ブダペストと JGP 台湾杯で、連続優勝を飾る。初進出の JGP ファイナル優勝。 2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権も制し、ジュニアタイトルを総なめにした。2007から2008シーズンより、国内外ともにシニアクラスに移行。初戦となる中国杯で2位、実戦 NHK 杯でも2位となったが、初進出のグランプリファイナルでは、ショートプログラム後に棄権した。2008年全米選手権では、シニアクラス初優勝を飾ったものの、 パートナーのマクラフリンの年齢制限により2008年世界選手権に出場はできず、自身の年齢制限により2008年世界ジュニア選手権にも出場ができなかった。2010年マクラフリンの引退によりペアを解消。新たにマリーベス・マーリーとペアを結成した。2012年8月14日、マーリーが接触障害になり引退し、 ペアを解消。アマンダ・エボラとトライアウトを行うも、地理的な問題もありペア結成には至らなかった。2013年2月、弟のコリン・ブルー・ベーカーと一緒に練習をしていた、ント東ンのリンクで、リンゼ・デイビスとペアを結成。しかしペアは1シーズンで解散した。2014年、フォックスバレー・アイスアリーナで、スケーティングディレクターの仕事を始めた。 2015年には、リーフスワイスセンターのスケーティングディレクターに、妻のステファニア・ベルトンと共に就任した。ザインサイドエッジ、ブルーベイカー・ポップス・ザ・クエスチョン、ハット・ニュース・ブリーフス・フロム・アラウンド・ザ・グローブ、ハット・ブルーベイカー・アイズ・ポディウム・ウィズ・ニュー・パートナー、ハット・ユーエス・ペアーズ・スケーターズ・マーリー、ブルーベイカー・エンド・パートナー・シップ、ハット・ブルーベイカー、デイビス・ホップ・オン・ユーエス・ペアーズ、 ローラーコースター、ハットブルベーカーファインズ。ヒズマッチ、ペアズ、アップウィズ、デイビスハットフォックスバレーアイスアレーナスケーティング、ディレクターズパストインクルーズ、インターナショナルペアズフィギュアスケーティング、ハットアイアイムジャストセイング、アルゴンクイーンネイティブロックニーブルベーカー、ハットシニアペアズライズツーオーケージョインスケートデトロイト、ショート、ハットチャン。バーサラメエミュレートキム、シャインインフリー。 ありがとうございます。